この池突っ切るの近道だけど、今日は失敗だった。ぬかるんでて靴ドロドロ。元気ないけど、どうした？別に。また打ち解けられなかったこと気にしてんでしょ。恵みはみんなの前だと寡黙だからな。頭いいの鼻にかけてて意地悪そうに見えてるんだよ。実は恵みが白馬の王子様を本気で待ってるのほほん娘だって分かったら、もっと気軽に話せると思うけど。私みたいに動画上げてカミングアウトしてみたら？それは勘弁して。そういえばトミー歌うまいのね。稲葉ウサギ動画見てくれたんだ。あんなにうまいなんて。帰ったら新作あげるつもり。どうしたの？なんか今池の方が光らなかった？車のライトじゃないの？飛ばされたし、もう。これってさ、危うく死ぬとこだったんじゃない？何なの？落ちてきた飛行機の部品には見えないか。何だろうこれ。うわあ、そうだ、録画録画。携帯どこ行った？光がまだ動いてる。危ないんじゃない？爆発するかも。早く警察へ届けた方がいいよ。そうだね。あ、なんか出てる。離れて。大丈夫ですか？ここは、いや、今はいつですか？今？今日は10月の…そうじゃなくて西暦よ。今は何年ですか？2024年です。2024年。無理やり飛ばされたのか。戦線は崩壊だ。あれではもう。あの、救急車呼びましょうか？君は？私は近くの学校の。そうか、次はここが危険なんだ。僕は泉中郎、未来から来た。この時代も奴らに狙われている。
の先白だ。ジッパ。どうしたの？ぼーっとして。1985年にはまだ西側の校舎が建ってないと思って。重郎、君と最後に話したくて。最後？奴らが来る。今戦えるのは13番機だけだから、僕は行かないと。ダメよ、行かせない。あのロボット取り返して一人で戦うつもり？仲間がいても勝てなかったんでしょ。君たちを守れるかは分からないけど、何もしないわけにはいかない。体も治ってないのに。君には感謝している。これでお別れなの？そうでないことを願ってる。めぐみ、大変だよ。泉十郎、あんたの言う通り現れたわ。港に怪獣みたいなのがぞろぞろと。君たちの話をしてある森村という人だ。いざとなったらあの人の指示に従うんだ。薬師寺さん。しっかりしてもらわないと困るわ。森村先生、重郎の容体はどうなんです？泉重郎は忘れなさい。泉十郎はもういない。手の施しようがなかったの。今後は彼と接触しないで。そんな、彼のためなのよ。待ちなさい十郎。ここがあなたが通ってる学校。僕が？そろそろ保健室に戻りましょう。薬を飲まないとね。待って、彼に近づかないで。彼は倉部十郎、泉くんじゃない。どういうこと？別人、別の人格として治療しているの。そんな、他に手がなかった。彼もきっと廃人よりマシだと答えるわ。だから近づくのは待って。まだまだ彼は不安定なの。これは彼のためよ。その尻尾、この間の猫ちゃん。下手つらしてやがるな。よしよし、騒ぐなよ。一人で騒ぐとバカみたいだからな。猫が喋った。やっぱり猫が喋ってる。バカ言え。猫が話せるわけないだろ。少しは考えて発言しろ。頭がいいんだろう、薬師寺めぐみ。なんで私の名前を？お前のことは全部お見通しだ。心の声で俺を呼んだろ。心の声？お前のその願いを叶えに来てやった。泉十郎を救いたいと願ってる。図星だろ。俺が叶えてやる。あいつの記憶を戻してやるよ。疑ってるな。当然だ。甘い話には大抵裏がある。もちろんこれは取引だぜ。
その代わりと言っちゃなんだが、俺の手伝いをやってもらう。俺と契約した後でな。もし仮にこれが夢や幻でもなく冗談でもなかったとして聞くけど、具体的に私は何をすればいいの？俺は滅んだ異世界から来た。その世界を滅ぼしたのはダイモスコードという古代文明の遺産だ。たちの悪い呪いみたいなもんだが、それがこの世界にもまかれちまってる。コードを全て探し出し、なんとかする。それが俺の使命で、お前の簡単なお仕事さ。簡単なら自分でやれば。おいおい、本気か？猫だぜ。猫に世界の命運託す気か？どうせしくじればお前も死ぬんだ。契約しなきゃ損だろ。猫と契約、魔法使いにでもしてくれるの？どういういたずらか興味あるし、犯人も知りたいから。今日の放課後、少しなら付き合ってあげてもいいわ。いいぜ、バカにしろ。こっちは大真面目だってのに。何でもすぐ鵜呑みにするアホじゃなくてよかったってことで、今日のところは引き下がってやる。お前は絶対契約する。時間の問題だ。もしも本当に重郎が救えるなら、悪魔とだって契約してもいい。
方ねえ。10番機移動する。ピンチはチャンス。進行を止めるわ。当たったの？俺なら焼き入れてやら。当たった。喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。くたばれ。どうだ？よく考えて。消えた。どうなってるの？イージスの軌道を確認。
そのエリアはもう安全だ。あいつは確か1年上の。ゴーとレイヤー、未来人よ。私のとこよりもっと未来のね。めぐみ、この戦い終わったら一緒にクレープ食べよう。学校の近く、私いい店知ってるんだ。絶対行くよ。私、薬師寺、区域を移動しろ。 D が進路を変えた。行くか。